こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は私のテンバーアカデミー、テンバイオ特別サポートの、特色をご紹介します。私のね、サポート内容は、コンサルティングという形をとってます。このコンサルというのがですね、個別対応能力だと。これ会員さんにね、いただいた、会員さんにね、書いていただいた文章なんですけど、コンサルティングというのは、相手ができること、つまり入会された方ができること、そして成果が出せることをアドバイスするというのがコンサルです。で、ほとんどのね、ノウハウ発信者は、自分がやったことを私はこうやって稼ぎましたと、相手の人ができるできないは全く考慮せずに、あるいはね、私が教えてやるんだから、頑張って徹夜でもしてその同じことをやれというような押し付けが激しい場合が多いです。まあ、当然ね、相手ができるできないを考慮せずに、私がやったことをやれという形でサポートしてますんで、成功する方は非常に少ないと。一方、テンバーアカデミー、私の教え方は、入会された方、あなたが何ができるか、それをね、はじめにスカイプ、あるいはチャットワークなんかで、根掘り葉掘り聞かせていただきまして、できることで、あるいはできそうなことで、成果が出やすいであろうことを、アドバイスすると。これやってみてくださいという形で言ってます。ですので、私の動画だけ、あるいは、ブログだけを見て、個別コンサルを受けずにね、成果を出している方もたまにいるんですけど、同じようにたまにね、以前、他の出品者の真似をしろと言ってましたけど、全然ね、今言ってることと違うじゃないですか。あるいは、無在庫販売はダメだと。言ってる先からですね、無在庫販売で、やり方を教えたりと、やり方の動画をアップされたり、ということがあります。矛盾してるじゃないですか。これはね、個別に質問があった時に、その動画を作って、この動画どうぞと、プラス、非公開動画なんかを合わせてご紹介してます。ですからね、10人といろ、10人の方がいれば10人の方にね、無在庫はやらない方がいいと。やっちゃダメですと。あるいは、あなたは無在庫をやってもいけますねと。で、仕入れ方法もね、やっぱりまんだらけっておもちゃがいいですね。まんだらけは、言ってもしょうがないですね。相手に合わせて言ってることが全然違います。それは、入会された方ができること、得意なことで、成果を出せるには何をすればいいかっていうのを私の方で、考えてアドバイスしてるからなんですね。ですんで、個別サポートを受けた方は、最短距離で、ゴールに到達できる可能性が高くなると。ところが、動画だけを見てやってる方は、正直、なんか言ってることがバラバラじゃないかと、思われることもよくあるかと思います。ましてや、私の動画だけじゃなくて、私のノウハウだけじゃなくてですね、いろんなノウハウを、いろいろ聞きかじってる方は、もうはっきり言って、たくさん言ってることが違いすぎてですね、人によって言ってることが違うと。同じ人間でも、動画あるいは記事によって言ってることが違うと。一体何をやればいいんだか分かんないというような迷子になっちゃうことが多いと思います。初心者の方は特にそうなると思います。ですんで、そうなることのないように、要は余計なことをせずにですね、これだけをやると成果が出ますよという形のサポートをさせていただいているのが、私の、輸出サポートの特色です。言ってみれば、普通のセミナーをやってる方とか、塾とかスクールをやってる方は、足し算の理論。これも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 こんな方法もありますよ。全部紹介するから、自分に良さそうな方法をやってください。これでね、自分にこれがいいっていうふうに、判断できる人は、初心者にはいないです。初心者の方は、あれもこれもこれもあって何か自分に合うことやってくださいって言われたらですね、自分の一番やりやすいことをやって、でもそれをやったんではきっと成果は出なくてですね、で、いくつかやったけど全部やりきれなくて脱落すると。これが通常のパターンです。一方、私のサポートは引き算のサポート。あれもこれもこれもありますけど、それは一切やらないでくださいと。まずこれだけをやってくださいって形で、指導してます。そのせいでね、多少物足んない面はあるかもしれないんですけど、ただ、成果が出るであろうことをね、初めから言ってますんで、かなり早めに成果が出ると。
で、早めに成果が出るから続けるモチベーションも湧いてくると。だから3ヶ月から遅い人でも半年で月10万稼ぐスキルが身についてます。そんな形で、セミナー型のね、私のやった、やり方を、あなたに教えるから私の言う通りやりなさいという、まあ、セミナー型の講師と、あるいは私のようにですね、あなたができることを聞かせていただいて、ではこれをやったら、成果出ますと、他のことをやらないでくださいと、やることをね、明確に、指示させていただく、